皆さんこんにちは。私が元陸上自衛隊のちーちゃん、そして頭の上にいるのが心の支えである相方ピーちゃん、二人合わせてチッピーちゃんズです。本日の任務、 V リーグサントリーサンバーズさんのホームゲームの魅力を紹介せよ。はい、というわけで私先日3月20日と21日2日間サントリーサンバーズさんのホームゲームの方にちょっとお邪魔させていただきました。私がですね、実は中高とバレーボールをやっておりまして、やるのも見るのも大好きなんですけれども、バレーを知らない方にもちょっとバレーの魅力をお伝えしたいなと思ってちょっとこの動画を撮っているわけなんですけれども、まずホームゲームっていうのはそのチームの本拠地である会場でする試合のことなんですね。で、今回サントリーサンバーズさんのホームゲームの会場となりましたのが大阪の大きにアリーナ舞浜というところでですね、試合が行われました。ホームゲームってね、お祭りみたいなもんですから、あれ知らないよって人もすごい楽しめると思うんで、ぜひ行ってみてください。それではホームゲームの魅力紹介していきたいと思います。魅力その1、とにかく演出がすごい。コートあるじゃないですか、バレーボールコート。あのコートになんかカラフルな照明がバーン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 チャンって感じで、始まる前からねワクワクしちゃうんですよね。サントリーサンバーズさんは試合始まる前に選手のお気に入りの曲を会場で流してくれてるんですね。こんな感じのを聞くのっていう時があるんで、選手のこともちょっと知れたりして試合見る時に楽しくなっちゃいます。あとはセットとセットの間でチアリーディングチームのパフォーマンスも見れるようになってるんですよ。すごい大迫力ですからね。で、そこで一緒にサントリーサンバーズ公式キャラクターのサンバーズくんとムーンバーズくんが一緒になってもう会場盛り上げてくれるんですよ、ダンスで。まあ、会場内をうろうろしてたりもするんで、写真撮ってくださいって言って、シャッパシャーって心よくね撮ってくれるんでね。続いて魅力その2、みんなで一体になれる。会場入りましたら素敵なものが今回配られましてですね、こちらシャットアウトナイスパイク、これハリセンですね。応援の時に使うハリセンです。これをねみんなに配ってくれるんで、これでみんなでいい音するのよ。これ開けても使えるし、折り曲げてもハリセンとして使える優れものです。応援の練習もそのやり方教えてくれるんで、もうその人についていけば間違いなし。応援を一緒にすると一体感が生まれるんで、応援は本当に熱くたぎらせてほしい。今回実は吉本の先輩方と一緒にホームゲーム見させていただきましたけども、先輩方も生のバレーボールを観戦するのは初めてや。普段バレーをしてない先輩でも一緒にやってくれてましたもん。応援の振りをもうなんかむっちゃノリノリでやってくれてたんですよ。これが一体感なんだなと思いました。バレエをあんまり知らないよって人でも会場に行っちゃえば一緒に一体になれるっていうのが魅力かなと思います。続いて魅力その3、スポーツ観戦しながらお酒や食事が楽しめる。会場着きましたらいろんなブースがあるんですけれども、ビールも置いてるし、おつまみになるような食事もいろいろ、焼きそばとかたこ焼きとか唐揚げとかですね、売ってるんですよね。そういうものを一緒に食べながらスポーツ観戦もちょっとできるっていうのがすごい魅力ですよね。で、あと今回は選手がおすすめするフードなんかもちょっと紹介されてて、私はですね、畑選手のおすすめのヤンニョムチキン、はい、
なんか なぜか私ちょっとね、あの唐揚げとか鶏料理選んじゃうんですよね。はい、ちょっとピーちゃんの前では言えませんけれども、はい、もちろんピーちゃんに隠れて食べました。すごく美味しかったですよ。はい、続いてホームゲームの魅力その4、記念がいっぱい。あのボールの投げ込みとかがあるんですよ。だけど今回コロナの影響でそれができないということで、なんとですね、こういう感じで投票箱に投票して抽選で選ばれた人にサインボールがいただけるというシステムになっておりました。あとはムセルスキー選手のジャンプした時の高さのパネルがありまして、毎回なんかムセルスキー選手の等身大のパネルとか置いてあるんですけれども、今回はジャンプしたムセルスキー選手のパネルも置いてあって、それと一緒に写真が撮れる。魅力その5、選手の皆さんの白熱したプレー、これは一番の目玉でございます。やっぱ生はね、迫力が違う。私男子のあのバコンって決まったのも気持ちよすぎてね、大好きなんですよ。あの感覚が、自分の身を投げ打ってでもこう中に入れようとするあの執着心、もう本当にね熱い。それ見れるからね、絶対見てほしいんですよ。その弾いたボールとかアタックでバーンって跳ねたボールとかが客席にどんご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 入ってくるんですよ。テレビの画面からこう飛んでくることはないので、選手のかける声とかももうすごい聞こえてきますから、絶対臨場感が違います。試合前に選手のアップとかも見れるんですよ。テレビでは映らない一面なので、ぜひそれも見ていただきたいと思います。赤い T シャツ、サントリーサンバーズさんの公式の T シャツを着てるファンの方とか、公式グッズのクマちゃんを持ってたりしてるファンの方がいるんで、その人も目印に一緒についていけば必ず会場に到着いたします。もうね、これコンパスも地図もいらない、アクセス良好ですよ。だから、はい、というわけで皆さん、魅力ちょっとでも伝わりましたでしょうか。バレエ行ったことない方でも皆さん楽しめるイベントとなっておりますので、ぜひ足を運んでみてください。ということで本日の訓練これにて終了。キョッケイ、キレイ、ナレイ。チャンネル登録よろしくお願いします。